こちらではメルファロボットパートナー日鉄エンジニアリングの接触を伴う非定形作業を可能にするロボットシンクロボットをご紹介いたしますまずこちらは2台のロボットが協調して作業を行うシステムですこちらにメルファの垂直多関節ロボットそしてこちらが当社が独自に開発した6自由度パラレルリンクのヘキサロボットで メルサササーーーーーボボボ J5 のアンプとサーボモーターを使用しています。ここでは加工したいワークをメルファロボットがワークを加工するためのツールをヘキサロボットが持っています今回このシステムに実装している1リアルタイム操作2リアルハブティクス 33D リアルユーザーインターフェースの 3つつつのの技術についてご紹介しまますず目リアルタイム操作とはオペレーターがティーチングレスで自由自在にロボットを動かす技術です通常ロボットの操作はティーチングペンダントを用いますが本システムではこちらのゲーム機用のコントローラーで操作することができます ままず、ヘキサロボットを操作してみます。このようにリアルタイムで滑らかにロボットを遠隔操作することができますメルファロボットも同じようにこのコントローラーからリアルタイム操作が可能ですさらに1台のコントローラーだけで2台のロボットの連携作業をさせることも可能です続いて リアルハプティクスについいてご紹介いたします。リアルハプティクスはロボット先端が受けるワークの感触を伝送する技術で手元で感触を感じながらロボットを操作することができますこちらはリアルハプティクスを搭載したヘキサ操作機ですモーションリブ社が開発した CC リンク IETSN 通信対応の ABC コアを使用することで XYZ の3軸の荷重とモーメントの合計6軸の感触を操作機に伝えることができます中央のレバーを持って操作機を動かすとヘキサロボットも同じように動きますロボットがワークに当たるとその感触を操作機のレバーで感じることができます次に 3D リアルユーザーインターフェースについてご紹介いたします本システムでは 2D カメラで撮影した映像をモニターで見ながら操作することができますカメラ越しに遠隔操作を行う場合臨場感のあるなしで操作感が大きく変わってきますそこで当社は視覚的にロボットの状態を把握するための 3D リアルユーザーインターフェースを開発しました こちらの画面をご覧ください。右側はカメラの映像で、左側はカメラ映像をバーチャル空間で再現したものです。バーチャル空間で現実の状況をうまく再現できていることを実感いただけると思います。このバーチャル空間では、現実では見ることのできないロボットの速度や力を視覚的に確認することができます。 メルファロボットパートナー、日鉄エンジニアリングによる接触を伴う非定型作業を可能にするロボット、シンクロボットをご紹介させていただきました。シンクロボットにご興味を持っていただけましたら、ぜひ担当営業までお問い合わせください。ありがとうございました。